大内義雄は、室町時代後期から、戦国時代にかけての諏訪の戦国大名。諏訪の在長官人、大内氏の第十五代当主。父は、諏訪主後で、大内氏の第十四代当主、大内正宏。弟に、大内隆宏がいる。性質は、長年後代、内藤博之の娘。小西隆、娘や大内義長がこの間に生まれる。 室町幕府の官僚代となって、将軍の貢献人となり、須尾、長戸、岩見、秋、筑前、武前、山城の七カ国の守護職を兼ねた。文明九年、大内氏の第十四代当主、大内正宏の子として生まれる。陽名は亀わらべ丸。長京二年一月三十日に、京都にて元服し、将軍、足利義直から木の字を許されて、 吉岡の名を与えられた。明王元年、父の命令で六角高より討伐に参戦する。ところが、その最中の明王二年に完了、細川正元が将軍足利義財を遊兵する明王の政変が発生する。吉岡は兵を摂津国の兵庫に引き上げたまま事態の推移を見守っただけであった。この政変に関連して、 細川正元派の武田元信の敗下によって当時、京都に滞在していた、吉岡の妹が誘拐される事件や、父、正広が吉岡の側近に切腹を命じる事件などが発生しており、細川正元らが、大内正広が、足利義財を支援することを恐れて、人質を取って、若年の吉岡に圧力をかけ、その対応のつたなさが、本国の正広の怒りを買ったと推測される。 だが、一方でこの出兵が、京都生まれの義時と本国の悲観との関係構築に大いに寄与することになり、家督継承後の義時の支配に資することになった。明王三年秋、父が病気により隠居したため、家督を譲られて、大内氏の第十五代当主となり、しばらくの間、義時は父である正弘の貢献を受けるが、明王四年九月十八日に、 父が死去すると、名実ともに、大内氏の当主となる。ところが、吉岡への家督継承の前後から大内家中で、不穏な事件が相次いで発生する。まず、先の機内出兵中に、吉岡に従って出陣しながら、突如出奔して出家してしまった、藤武士守が帰国して、代わりに家督を継いだ弟の唐沖昭を明王4年2月に殺害した。 そして竹守は、長年守代の内藤博士則が、弟の御子と光を擁立しようとしたと義岡に、残言した。それを信じた義岡は明王四年二月二十八日に、兵を豊富に差し向けて、広則とこの講和を中殺してしまった。ただし、後に、内藤不死の冤罪を知り、残言した竹守を中殺し、広則の娘を正室に迎えて、広志則の弟である、 内藤博治に内藤氏を再興させ、同じく、当氏も、末程の党を寄付さんに継がせて再興させた。弟、大森院尊厚の擁立に関しては、明王八年に、現実のものとなり、重臣の杉竹明が反乱を起こしたが、吉岡はこれを鎮圧して、竹明を自殺させ、御琴光は、大友氏を頼って、文後に亡命した。ところが、内藤皇孔、 当武士守杉武明の中殺については、通説と異なる話の存在や、杉武明が、直前まで吉岡の信任を受けていたことが伝えられ、大内市内部により複雑な政治的対立があったとも考えられている。そして、父、大内正宏の存命中に、当宏守内藤博のりが亡くなり、有力重臣である当氏、内藤氏を一時没落させたことが、 後を受けた、吉岡の地位を安定させることにもつながった。大内吉岡像大内氏は長い間来た九州で、大友氏や小西らと合戦を繰り広げながら、勢力を拡大してきたが、大友正鹿が、大内正弘の妹を妻として、婚姻関係を結び、ついで彼女が生んだ、大友義右が家督を継いだことから吉岡と君右が、いとことして協力することになり、 安定した関係が築かれた。ところが、明王五年に、義三キが休止すると、義三ギが対立していた父の正近が毒殺したという噂が流れ、実験を取り戻した正近は、北九州の大内良親公のために兵を挙げた。ところが、正近の乗った船は遭難してこともあろうに、大内氏の本拠地である、長戸国にたどり着いてしまう。吉沖は激怒して、 正サを捕らえて切腹させてしまった。事件の背景には、大内氏の勢力拡大と北陸地方に亡命中の、前将軍、足利義材との連携を恐れた、細川正元の暗躍があったとみられる。その後、吉岡は、大友近姉を大友家の後継者にしようとしたが、正サの弟、大友近次の犯行によって失敗している。また、前述のように、 明王八年に反乱に失敗した、義岡の弟、大森院尊厚が亡命したのも、大友近治の下であり、彼は、細川正元が用していた、将軍、足利義高の変帰を受けて、大内高弘と名乗っている。一方、畜全国の奪回を狙っていた、将に正助、高つね伏も、大友正近、親父兄弟と結んで、非全国から畜全国に兵を進めて、 大内軍と戦っていたが、吉岡も、明王5年ぐれには、赤間関に兵を結集させ、12月13日に、筑前に向けて出陣した。明王6年3月13日に、博多の小福寺門前で、15日には、筑志村と高取居城で戦い、筑前に攻め込んだ、小二不死を破って、比前へと進行。3月23日、比前朝日城を攻略。 4月14日、小二正助を、小二城に包囲した。一旦山口に帰国した吉沖は16日、須尾国一宮の玉の親神社、二宮の出雲神社、三宮の一市壁神社、四宮の赤田神社、五宮の浅田神社に参詣した。18日、小二城は落城し、小二正助は逃亡したが後に自害した。その後も小二市に攻められていた九州丹大の、 渋川インシゲルを支援する。明王7年8月27日、非禅国綾部城に攻められていた、インシゲルのもとに援軍として派遣した、ひと保ほごが、非禅キ衣軍洋夫軍で戦い勝利している。また9月17日にも、森郷は、非禅峰軍で戦いここでも勝利した。このように、吉沖の軍勢は、勝利を、重ね非禅国における自らの勢力も広げた。 一方で、大友氏との戦いでは、防戦を強いられる。明王7年11月、文後国に、宇田博史料と末武長安を派兵するが、11月7日、文後楠軍青内山での戦いで、大内軍は敗れ、博史料は戦死、長安は負傷する。宇佐軍の軍隊であった、佐田康氏家が一時代遊軍の捕虜にされるなど、苦戦している。 そんな最中の明を8年12月30日に諸国を亡命していた前将軍、足利義院義材より、改名が義行を頼って山口に入った。議員は自らを現在でも現職の将軍であると主張して、山口に自らの幕府を置き、義行も細川政元に対抗して、議員を要して上洛しようとしていた。これに対して、足利義高、 細川正元は、大友近次、大内隆弘、小西元、菊池武運、あそこれながらに、吉沖討伐を命じるとともに、文紀元年うるう6月9日には、五柏原天皇から吉沖討伐の臨時を、獲得した。こうして吉沖は、朝敵ということになり、続いて、将軍、吉高のお内垣と奉行人法書が出されて改めて、西日本の大名、 有力国人28名に、吉岡討伐が命じられた。文岐元年うるう6月20日、大友地下地、小西下の軍勢が、武善国の要所であった、馬畑城を攻める。熊城与蔵兵、栄安氏や二本守郷が戦うが、森郷は戦死し、馬畑城は陥落する。だが7月23日に、杉広寄が援軍として駆けつけ馬畑城を取り戻すことができた。 東では、吉岡の討伐命令の受けていた、秋国の毛利高原を味方に引き入れることに成功している。まもなく、吉岡は、足利義委員の仲介により、大友近氏と和睦し、永正4年には、小西元とも和睦し、北九州の勢力を保っている。吉岡は永正元年頃から上落の具体的な構想を描いて、 両国内で臨時の単戦徴収などを行っていたが、英章4年6月、足利義澄を十一大将軍に擁立して、幕政を牛耳っていた細川正元が暗殺された。その後も、細川市内部では、構想が続いたため、機内進出の後期と見た義沖は、前将軍、足利義委員の上落を口実として、九州、中国の諸大名に動員令を発した。 11月25日には、宇田博千田に本国の留守を任せて山口から進発し、豊富に出て、12月にビンゴにまで進出した。これに対して、細川家では、正元の養子であった細川高国が吉沖と通じて、同じく正元の養子である細川住本と対立、構想し、栄正5年3月に細川住本は高国、 吉岡らに圧迫され、足利義隅と共に、大江に逃走した。4月27日に議員を報じて、泉国境に入った吉岡は、機内の住本方を平定に当たっていた、細川高国との連携を強め、5月5日には高国を、細川慶長や当主と認める、議員のおうち書きが出された。そして、6月8日に議員と吉岡は、上落を果たした。 上落を果たした義沖は、7月1日には、足利義陰を将軍職に復帰させ、自らも左京大部、官僚大として、細川高国と共に幕政を執行する立場になった。議員は軍港により、義沖に、小国寺総主院僚であった、泉国境南草を与えたものの、義沖は、何事も元のように、自社本所領を返付されよと述べて、恩賞を辞退して、 小国寺に変換してしまった。このため、銀は代わりとして山城守護も与え、京都や奈良の公家や寺社も、義岡の寺社本所領の保護を公言する義岡の態度に好感を抱いた。このエピソードは、ちょうど60年後に、足利義明を報じて上落した、織田信長が役職よりも、境の支配を望んだのと逆を行ったことになるのだが、このことは、後日思わぬ形で、 吉沖に跳ね返ることになる。議員の将軍復帰という役割を果たし終えた吉沖は、不安定な両国情勢を危惧して、帰国を望むようになるが、現実には、細川住本、三好これながらは、京都奪還を目指して、たびたび反抗してくるため帰国も、ままならなかった。そんな最中の永正5年12月に、奈良の東大寺が、遠徳2年以来、 大内氏に横領されたままの巣王国の国画領の返還を求めて、閉門を行ったのである。吉岡は、先の境南僧の件で、自社本所領の保護を公言してしまったために、東大寺の閉門を止めさせるために、国画領の返還を求める調停や、幕府の要請に頭を悩まされることになる。一方、東大寺側も、 幸福寺などの他の有力寺院に同調を呼びかけたものの、吉岡が自社本所領の保護政策を放棄することを恐れた彼らから同調を拒絶されたために孤独な戦いを迫られた。吉岡はやむなく翌永正六年に国画領を東大寺に返還することを表明して事態の収拾を図らざるを得なかった。永正六年六月に尿意ヶ岳の戦いに勝利して 細川住元らが四国へと落ち延びていくと、永正七年一月には細川高国と共に大江に進行するが逆に敗北してしまった。これにより、足利義澄方は一大決戦を決意し、永正八年七月には摂津に進行して決戦を挑んでくる。これに対して吉岡は細川高国と共に迎撃するも、摂津でも泉でも敗北して、 丹波に逃走した。しかし8月14日に、足利義澄が休止するなどの好条件にも、助けられて、8月23日に、船岡山城の決戦で、細川住本軍を破り、京都を奪還したのである。なお、この時、一万一数王へ退却することも考えた、義岡は、秋の国人であった、田谷武重に、堺の剣守を命じた。田谷は、 この役目を果たしたが、これが、結果的に、細川澄元の支援する四国からの援軍を防ぐ、効果をもたらしたとも言える。この時の吉岡の活躍は相当のものだったようであり、英正九年三月にはその武功により、十三味に上化されて苦行に劣せられた。これは将軍である、足利義員の意向を押し切って、五ヶ島原天皇自らの決断で決めた、決定であったが、 議員は最終的な判断は天皇に任せる旨を述べたため、同意せざるを得なかった。また、娘を足利義綱に突がせ将軍家の親族ともなった。英章13年には、大内氏に日民貿易の干渉権限を高級的な特権として与えるとする大内垣と武行人宝書が与えられた。これは細川高国の反対を押し切ったものであり、 後の年波の乱の原因となる。しかし次第に、将軍、足利義谷議員より解明や細川高国と、不仲になり、さらに長引く在京に耐えきれなくなった両国の岩見や、秋の国人の中で勝手に帰国する者が、相次いだ。そこへ、出雲の天骨根久が進行を開始してきた。吉沖は初め在京して、甘腰を打つため、永昇十四年に、岩見仕事なり、 マスダ氏や吉川氏など、岩見在地の豪族と手を結んだ。しかし、甘氏の勢力拡大は抑えが高かったため、英章15年8月2日に官僚代を辞して、堺を出発10月5日に山口に帰国した。帰国した吉沖が最も力を注いだのは、在京中に離反の姿勢を見せた、秋国の武田元茂、甲和府市や友田京富士との戦いであった。 だが、大英三年に、天骨ね久が、秋進出を目論み、武田、友田とも通じたことから、天子氏の大内領への信仰が本格化していく。岩見の波州らは、天子軍に攻略され、秋では大内科に従属していた毛利氏が、天子方に寝返った。天骨ね久は、もう年家当主、毛利雪松丸の貢献役である、毛利元成を利用して、 大内氏の秋経営の拠点である秋西城の鏡山城を攻略させるなどして、一時は大内氏を圧倒した。これに対して吉沖は秋、岩見に出兵して、連年のように天子氏と戦うが、思うように戦果が上がらなかった。しかし大英4年に秋、厳島にあった友達の拠点桜尾城を攻略し、武田氏の拠点佐藤銀山城の攻防戦で、 天子軍を撃破し、大英五年には、毛利氏を継いだ毛利元成が再び帰参したため、秋における勢力をやや回復する。また、天子氏も三院地方東部を支配しかつ、貧乏国の守護でもあった山梨との戦いもあったため、岩見における勢力も吉岡は奪い返した。さらに、北九州の小西元らとも戦い、有利に戦況を進めている。やがて、 貧ゴ国は北から進出した甘骨根久と西から吉岡の命で大内軍を率いる党を寄付さに侵攻を受けて守護の山名正豊の支配が衰え、同国は天古氏と大内氏の争奪戦の舞台となった。共謀は大英7年に細沢山の戦いで甘骨根久を破り山名正豊、山内直通らと共に天古氏に対抗した。 大内市赤領軍寺席にある、大内義雄の墓協力元年7月、秋門山城攻めの陣中で病に倒れ、山口に帰還直後の12月20日に死去した。去年52、後を、着難の吉高が継いだ。永正9年、佐賀野の裁放寺において、書くばかり、当期東の富士金を今ぞ、都の雪の明けぼのと歌った記録がある。義雄は父、 マサほどではないが、文人的一面があったとされる。和歌に関しては、五ヶ島原天皇以下多くの苦行から称賛され、レンガでは、葬儀の弟子、葬石を招いて、古今の伝授を受けた。日付イコール旧暦十三位の、事例上警官路地中納言英章九年三月、二十六日戦時十四位上、多たら義岡阿尊によ、信十樹三味蔵人左、 この絵県中将藤原実種、笹具、中見角氏、広市、口千林寺院前五教書案上件館路地中納言、英章九年三月二十六日十四以上、たたら吉岡屋村よろしく十三味に助すべし、倉人左この絵県中将、藤原実種たね立てまつる家臣団以上の通り、家臣団のみならず、周辺の各諸公にも、京の字を与えており、その流星が伺える。 それは、この吉高の代も続き、一部内に見られる通り、息子の多くが吉高より返帰を受けている。1514年伊勢神宮に参拝した際に、大内義雄は、感銘を受け1518年8月に、山口へ戻ると、前例のない直郷を賜った上でのスメラ大御上宮、という家大御和宮の感情を試みた。当時の伊勢神宮は、 幕府の神宮頭人の力が及ばなくなり、全国の荘園から届く駅不公前が滞納されたことにより、慢性的な財政難に陥り、下空は1434年内空は1463年より、式年仙宮が中断していた。その反面、庶民による伊勢信仰は、広まり南北朝時代頃よりには飛び神明と言われる、伊勢神宮の感情が流行し各地に、 神明神社が創建されていた。高根大神宮の感情もそうした流れを受けたものであったが、吉田神社を通じて創門され後に、五柏原天皇の高根大神宮のご神筆の元文分を受けている点で、神明神社の中でも一線を隠す。1519年11月3日に、下空、1520年4月8日に内空を造営すると、 同年6月29日神宮の腰高向子の二頭、大部工場により、環状戦宮が取り行われた。当初は高根神明と称していたが前述の通り、五柏原天皇から、高根太志神宮、あとに、御洋勢天皇から、伊勢の直学を賜ると、昭和22年、山口大見和宮と解消するまで、高根太志神宮、今、伊勢と称せられた。式年宮は、 伊勢神宮遷宮前後総論に配慮し1540年に下空内空同時に行われている。ありがとうございます。